せーの、おっかつ。みなさん、こんばんは。夏はたくさん新しいことに挑戦したいゆみです。よろしくお願いします。今日は北谷町にやってまいりました。イエーイ。今回は三崎食堂様からのご依頼です。アメリカンビレッジにある沖縄料理店です。お店のお手伝いもお願いしますとのことです。アメリカンビレッジの中に食堂、どんな場所なんでしょうか。ただいまデポアイランドの海側に来ています。デポアイランドビル A の2階にあるとのことなので、早速行ってみたいと思います。行ってきます。愛を乗せて島を走ろう。ラブネッツ沖縄。ネッツトヨタ沖縄。せーの、おきかつ。おきかつのユミと申します。三崎食堂の組吉と申します。よろしくお願いします。今回のご依頼を教えてください。はい、お店のおきかつお願いします。はい、お任せください。こちらはどのようなお店なんですか。と、沖縄の新鮮野菜を使った沖縄料理になってます。沖縄料理、いいですね。なんか昔ながらの感じで、はい、お家に帰ってきたような感じで、あ、いいですね。アットホーム、はい、アットホームな感じで。予約とかはできない。できます。あ、できますか。予約ができたら安心です。早めに取ってもらえれば。あ、そうなんですね、はい、なんか県外の方とかお招きした時に沖縄の料理食べさせたいなって。そうです。それでは何からお手伝いしましょうか。開店前なので、はい、仕込みの手伝いをお願いしたいと思います。よろしくお願いします、はい、いや、今日よろしくお願いします。頑張ります。はい、じゃあ今日はゴーヤーの仕込みからお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。夏ですね、はい、ゴーヤー。まず最初に、あ、先に縦に切るんですね。縦に切ってもらって。おお、いい音、シャクシャクいってます。で、それでからこの綿を取ってもらいたいんですけど、はい、いいゴーヤーは綺麗に取れるんですよ。そうなんですね。で、新鮮さが違うっていうことなんですか。違います。うん、粒は硬い方がいいとかあるんですか。粒は細かい方は正直苦いんですよ。あ、へえ。大粒の方はあまり苦くないんですよ。そうなんですね。あの、これ好みが分かれますね。そうそう、苦い方がいい人と。みんな苦いのは取るんですけど、うん、苦いのが好きみたいな粒があるんで、はい、もう買いに行くっていう感じで。あ、買い付けに自ら行くんですね。やっぱり自分の目で見て判断した方がやっぱりいいんで。そうなんですね。お願いすると、はい、いいゴーヤが来るか来ないかはちょっと分かんないんで。あ、そうですよね。じきじきに一つずつ見て選んで、はい、っていうことなんですね。よりいいものを選ぼうと。ここからスライスしていくわけですね、はい、スライスはだいたい何センチとか何ミリとかありますか。だいたい1ミリぐらいで。1ミリ、わお、1ミリ。大きくても2ミリぐらいはですね。大きくても2ミリ、はい、2ミリ。結構いいと思いますよ。なんかこうやって結構体をね、元気にする感じ ですよね。ちょっと心も元気になりそうです。ビタミンカラーで。そうそうそう、はい、できました。こんな感じでいかがでしょうか。すごい上手です。バッチリです。じゃあ次はもやしのひげ取りをお願いしたいと思います。はい、ひげ根があると違いますか。料理に入れるときに、はい、やっぱりひげがあるとめっちゃ濁って見えるのと、調理してると苦味が出るんですよ、はいはい。で、匂いも出てくる、うん、確かになんか匂いがあるイメージあります。地味だけど大事な作業です。これはもう黙々ともやる感じですね。シーサーの絵とかお料理の絵とか、なんか手書きっぽいんですけど。そうなんですよ。お母さんもここも全部手書きもお母さんが。あ、そうなんですね。なんかすごい可愛い、これ。すごいこうアットホームな感じがして、でもあったかい絵なので癒されます。そうですね。沖縄の料理だったらこんな感じなのかなって。うーん、よく思いません。
あれもすごい入った瞬間にも沖縄って感じ安心します。メッシュサポートはおひかつを応援しています。せーの、おひかつ。愛を乗せて島を走ろう、ラブネッツ沖縄、ネッツトヨタ沖縄。お手伝いお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ当店のおすすめメニューとなります。おー、いただきます。おー、インパクトがありますねそのままがぶりつく感じで。はい、いただきます。おいしい。結構柔らかいですね。全然もうガリッといかなくてもふゆってほろほろお肉が離れてくれて、いい感じですか。お肉甘いですね軟骨も柔らかくて食べれますね。あ、軟骨も結構いきます。うーん、この見てください、大根ドーンこれも県産食材なんですか。大根もそうです、県産食材です。すごい、ここにもインパクトではちょっとスープもいただいてみたいと思います。しっかり味がついてるんですね。あ、でもあっさり、しつこくないんですね。しつこくないです。めっちゃいい出汁を出してくれるんで最高の組み合わせですね次はご愛の半つぼセットの試食、はい、よろしくお願いします。おー、先ほど切ったやつですね。最後切ったご愛のチャンプ。はい、夏の沖縄といえば、はい、苦くないですか。あ、苦くないです。これ本当ですか。程よい苦味です、むしろ。あ、じゃあ全然いけるぐらいの。あ、苦いダメだって感じじゃなくて、この苦味、元気になるって感じですこれ半そばセットでこの量なんですか。この量です。沖縄が、沖縄が迫ってくる沖縄に来たって感じです。沖縄、沖縄すごい、三枚肉もホロホロですね。この脂身の部分がすごく好きなんですよ。僕も大好きなんですよ。ホロホロですね。続いてこちらのメニューお願いします。鉄板チャーハン。鉄板チャーハン、うわーすごい。はい、いい香りがします。これどういうことですか。これはタレがあるんで、タレをかけてもらって、適量で、わ、はい、こんな感じですかね。いいで、それでスプーンでもかき混ぜて、鉄板チャーハンってそういうことなんですね。すごい、セルフチャーハンおいしい。お肉の旨味じゅわーですね、これ。そうですね、お肉の油でもこのちょっと炒めて。そうなんですよ。しっくりしてるのはお肉の油なんですね。そういうんですか。これはこちらで作って秘伝のタレです。秘伝のタレ出ました。秘伝のタレこの感じでのチャーハンって初めて見たんですけど、はい、これは沖縄料理ではないないですよね。ですよねあのこの鉄板の使った料理を出せないかなということで、はいはい、これなぜこの鉄板だったんですか。ご飯をより熱く、ああ
食べれるっていうのはあって、熱々で出したいっていうことですね。なるほど。美味しい、一番美味しい状態をお客さんに食べてもらいたくて、でどうし何ができるかなってことで、とりあえず一番睨みついたのが最初これだったんです。そうだったんですね、はい、家庭料理だけじゃなくて、あの熱々でこう提供したいっていう思いもね、はい、込めていろいろ考えて創作されたんですね。はい、まあこれからこれ以外にも、これをハンバーグとかのして、ハンバーグ新メニューとかも考えてはいるんで、いいですね。うわー、ハンバーグ熱々で、あ、最高だ。子供絶対お喜びですよ、これ。カツオ様でした。美味しかったです。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。いやー、このおしゃれな松の絵一角に可愛いイラストの新さんに誘われて階段を上がったら、でのれんぱってくれたら、もう心がホームみたいな。結構こうおしゃれな街でわーって楽しんで、ちょっと疲れちゃってもらった時に入るともう癒されるってなるなって思いました。同じ豚肉でもいろんなお料理の方法があって、はい、それを楽しめるなって、観光客の方にも本当におすすめですね。やっぱり食って観光の醍醐味じゃないですか。ぜひぜひこちらに来てほしいなと思いましたし、また一人暮らしの方にも県民のちょっと、あ、お母さんってなってほしいなって、寂しくなったらいいけど、はい、栄養をつけてね、これから夏に向けて、ゴーヤーもおきかつを見てくれた方にプレゼントがあります。ありがとうございます。やったー。なんでしょう。骨汁の単品の汁を5名様にプレゼントです。わー、ありがとうございます。骨汁美味しかったです。ご応募はこちらまで、お待ちしております。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供とおつかつサポーターズの皆さんでお送りしました。